はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。前回の動画まだ見てない方は概要欄に貼っときますので、ぜひ見ていただきたいと思いますが、何をしたかというと、3次元のクォンタムワープなんですね。5次元の中に無数の3次元があるという話をしました。その無数の3次元はいわゆるパラレルワールドであって、今一番可能性の高いものを自分で選択してその世界を生きているに過ぎないわけですね。まあ月収というのがわかりやすいんで言いますと、月収20万円の自分もいれば、月収100万円の自分もいる、月収1億円の自分も同時に存在しているわけです。自分の頭で考えうる限りのことは、すべてこの5次元に並列して存在してるわけなんですね。じゃあ今から望ましい3次元へとクォンタムワープ、つまり量子的なワープをする際にどうすればいいかって話なんですが、前回はこういうアイコンを使いました。まあプリプリマンですけどね。筋肉マンの7人の悪魔超人編に最初に一コマだけ出てくる幻の超人なんですけども、僕はこの超人が小学生の頃からめちゃくちゃ好きなんですよね。で、今思うと結構似てるなと俺にね。僕ちなみにお尻派なんですけど、まあそれはともかくとして、ちょっと似てますよね。なんか愛着があるんですよ。プリプリマンですね。で、プリプリマンくんにですね、こうやってクォンタムバーフをポンとしてみると、最初はちょっと違和感があるんですが、いろいろ聞いてあげるんですよ。11月にニューヨークでウェイとかですね、貯金1億円ウェイとかですね、チャンネル登録100万ウェイとかですね、僕の本100万部ウェイとかですね、聞いてあげるんですよ。そしたらね、どん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 いろんなことを話し始めるんですよね。これが面白いことに。例えばニューヨークでウェイっていうことであればですね、僕の YouTube の視聴者さん、ニューヨーク在住の方と飲み会するんですよ。で、白ワインで、ちょっと最高ですね、と、多国籍のカフェレストランでですね、人生を語り合うわけですよ。そして、いや、300ドルと言わず、500ドルぐらいのですね、赤ワインを開けて、乾杯をですね、まあ、6回目ぐらいしているわけですね。でも、最高だよね、と。で、この後、グリンチビレッジのブレッジバンガードという老舗のライブハウスでですね、ジャズ聴くんですよ。クリスチャンマグブライド聴くんですよ。みたいなことを言ってるわけですよ。それめっちゃ現実になりますからね。で、そういうことを、うわーっていう風にインタビューしてあげると、勝手に話し始めるんですよね。すんごい臨場感を持って話し始めるわけですよ。で、それをですね、ぜひスマホ録音機で撮っていただきたいんですよ。そこで今日ね、ちょっとすごいものを見つけてしまったんです。何かというと、じゃーんとね、これは何かというと、2008年にとあるセミナーに参加した時に書いた私の物語というストーリーなんですね。ちょっとこっぱずかしいんでですね、プライベートの話もたくさんあるんで読み上げることはしませんが、自分の近未来の願望、未来の姿をですね、書いてるんですよ。2008年ですからちょうど13年前です。僕の本もまだ出していませんし、自分が何をしていこうかっていうのは全く分かんなかった状況なんですよね。2007年からセミナー業を始めたんですが、まあ、細々とやってた感じなんですよね。これからこんな仕事が展開するのだろうかというですね、不思議な状況でもあったわけですけども、ここで書いてるのは、私は初めての本を出版し、すぐに初版が完売して重版となりますって書いてるわけですよ。この1年後に、宇宙と仲良しという本が全くその通りになったわけですね。で、調子に乗ってると。で、セミナー参加者さんからもですね、すごい応援してもらってると。その通り、Amazon 総合1位になったわけなんですよね。で、天神の純駆動に行くと、平積みになっているということですね。で、でも確かに俺の名前が書かれた本だという、まだ現実になってないですよ。本もどうやって出せばいいかわからない状況なんですけども、もうリアリティがあるんですよ。もうありありとしてあるわけですね。編集者は大喜びですということですね。で、そっから次々と本の出版決まりましたって書いてますけども、あれからもう9冊出しているわけですね。で、2冊目。三幕出版から夢が叶う時何が起こってるのかっていう本、まあベストセラーになりました。その後も順調にね、出させてもらってます。で、当時はですね、企業研修なんかもやろうとしてたわけですよ。実際に入ってきてるわけなんですね。いや、本当に入ってきてる。商工会議所さんからもですね、講演の依頼いただきました。で、それ以外にもですね、はい。インド旅行の本も出版してますって書いてるんですよね。確かにね、
書いてるんですよ。本当に。でね、これを見つけた時に、家のね、書類ボックスだったんですが、これも見つけてしまったんですよ。じゃーんと。インド旅行、2005年の5月11日から、そうなんです。僕が会社を辞めてすぐに3週間の旅をしたんですね。まあ日記をね、もうずっと僕は書いていたんですが、胸熱なんですよ。初日、デリーに着いて、夜中、コンノートプレイスまで市内バスで行き、そしてインド人から殴られという話を書いてるんですよね。ちょっとここだけ読み上げると、機内食が2回出たが、どちらもまずくほとんど食べていないと。通常通りに税関を通って両替、日本人がたくさんいて一人の男と話をする、俺は一人でシティコーチに乗る、コンノートプレイスに到着、歩いてパハールガンジまで行こうとするが、リクシャーが10ルピーとしつこく寄ってくる。パハールガンジはてっきり近いものだと思うが、相手にしないでいると、突然男が近寄り、目が合った瞬間、平手で張られて、鈍い音がしてよろける、メガネは吹っ飛ぶ、頭が混乱し、急いでリクシャーに乗る。メガネがない。しばらく走ってもらって、もう一度殴られたところに戻る、ペンと壊れたメガネを見つける、パハルガンジーに行ってもらうがメトロの建設中で行けない、そして120ドルの宿を紹介してもらうが高くてキャンセル、次に政府観光案内所に連れて行かれ宿に電話するがすべて降る、すると日本語のできる男が寄ってきて、そこから悲劇が始まる。日本語ができることに安心してしまって今後の旅程のことを話していたのが良くなかったと、霊気の明日朝のフライトを進められる、片道250ドルと言われ、高いと思うものの、今日の目的がまだラダックにあるため、カードがあるという思いで、うんたらかんたらと、ね、細かいこと書いてるわけなんですね。で、こうやってね、見てたらさ、泣けてくるんですよ。この当時僕はね、会社辞めたばっかりで、どうやって食っていけばいいかわからないですよ。2005年の5月なんですね。で、まあ、インドが好きだったのと、あとチベットっていうことに非常にね、何かご縁を感じてましたんで、インドのチベット地方、つまりラダックに行ったわけなんですけども、初日のデリーで殴られ、所持金を取られ、悪徳旅行会社からですね、まあ、理不尽にもむしり取られまして、怖い思いをしまして、なんだかなりましたけどね、ラダックに行って、で、般若心経を千願唱えた時に、悟りを開いたというですね、話をしてるんですよ。そこちょっと見てみようかな。どこだろう。はい。ラダック最終日、今日は般若心経1000巻達成する日、ちょっと早めに宿を出てティクステイゴンパに登る、やはりゆっくり登る、上に行くと女性グループがお茶をしていたので俺も加わる、写真を撮らせてもらう、ゴンパの中に入り、ゴンパお寺ですね、仏像等を見せてもらうと、で般若心経をあげる、20巻目ぐらいで突然涙が出てくる、泣き声になりながら10巻ほどあげる、感謝という言葉が浮かび、あとはほとんど休みなく戦艦を達成、特別な感動もないが、やったといった成果があった。その夜は一度宿に戻って、チャイを飲む。なんたらかんたらと書いてあるわけですよ。そう、800巻から唱えて、20巻、820巻目ぐらいから、うわーっと涙出てきて、目の前に感謝という文字がバーンって出てきたわけですね。まあその後は淡々と戦艦まで上げて、まあ達成したっていう大きな感動なかったんですね。というのはもう820巻目で悟りを開いてましたんで、という話を書いてたわけですよ。まあともあれなんですけども、何が言いたいかというと、書きましょう。書きましょう。書けば叶うんです。書けば叶う、書けば叶うです。プリプリマン君でも何でも構いませんね。自分でアイコンを見つけまして、クォンタムワープするんです。自分の望ましい3次元へとワープするんです。その時どんな感じですか、何が見えますかとね、何が聞こえますかと聞いてあげるんです。するといろんなことを話し始めるでしょう。もう自由に話してもらっていいんですね。でそれを録音して書き留めるわけです。で書き留めたやつを例えば貪欲ノートに書くわけですね。自由に書いてください。そしてそれを読み上げるんです。
まあ1日1回ぐらい読み上げてもいいかもしれませんが、するとどん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 臨場感がね高まってくるんですよ。で、臨場感が高まる、つまり潜在意識にそのクォンタムワープの3次元の情報がどんどん刷り込まれていくわけですよ。すると望ましい未来がどん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 実現してしまうという恐ろしいワークなんですよね。セミナーでもやりたいと思います。徹底的に貪欲に願いを叶えていきましょう。せっかくの人生ですよ。来世があるかどうかも分かりません。少なくとも今生今生きてる現実は我々のリアルなんですね。じゃあどんな三次元を実現したいですか？お金あった方がいいよねと、素敵なパートナーいた方がいいよね、素敵な仲間がいた方がいいよね、健康だった方がいいよね、自分の好きな時に好きなところに行けるっていう自由があればいいよね。俺の場合だったら自由に海外行きまくりたいし、ワイン飲みたいし、ビールも飲みたいしね、ステーキも食いたいし、焼肉も食いたいし、精進料理も食いたいし、滝行もしたいし、お遍路さんもしたいし、ジャズの CD も作りたいし、自転車乗り回したいし、みんなでウェーって言いまくりたいしというね、世界が見えてるんですよ。そしてまだまだ僕が思いもしなかった未来が展開できるわけですよ。それは新しい三次元がポン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 とパンと思いついた瞬間にウェーっていくわけですね。その技術がまさに書けば叶う、書けば叶うですね。まとめます。自分のアイコンに新しい未来をお尋ねしてみてください。何が見える？何が聞こえる？そしてどう感じる？いろいろ喋り始めます。あ、倒れちゃった。僕の潜在意識はまだそれをね、躊躇してる状況ですけども、ね、こういうこともあるわけなんですね。でも倒れないように、倒れないようにね、よしよしよし、いいぞ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 とね、ちょっと俺っぽいよね、なんかね。ちょっと可愛い感じが俺っぽいよね。なんかね、はい。でもちなみにプリプリマン結構強いんですよ。伊豆卵先生が最強の超人は誰ですかって時に、プリプリマンっていうふうにね、インタビューで答えたってね、島田先生が言ってたわけですけども、強いんですよね。まあ力が強いのもあるんですけども、キャラが強いね。キャラ強いよ。どう考えてもケツだぜ、ケツ。お尻ですよ。お尻本当に。で、この可愛い目、ね。昔生物の時間にさ、切っても切っても増えてくるプラナリアっていうのあったと思うんですけども、知ってます？プラナリアって。切っても切ってもね、増殖するんですよ。それっぽい顔してますよね、目がですね。で、俺プラナリア大好きなんですよね。というわけで、喋ったことをですね、録音して、そして書くんです。そして読み上げる。さ、どん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 臨場感出てきて、新しい三次元へと、ウェープってして、目の前に、おー、自分が描いた未来がここに展開しているっていうのを後から確認できるわけですね。ぜひやってみてください。ありがとうございました。